現在のラトビアにおけるラトガレの位置。青色部分ラトガレの紋章ラトガレの典型的な風景ラトガレはラトビアに5つある歴史的地域区分の一つ。ラトビア南東部にありリトアニア、ベラルーシと国境を接する。伝統的にユダヤ人、ポーランド人、リトアニア人、ベラルーシ人、小儀式派を信仰するロシア人が暮らしてきた。ラトガレには ダウガバ川が流れ、湖に飛んだ風景を持つ。ラトガレは、歴史的に、リボニアの一部であったが、16世紀のリボニア戦争で、解体された。その最中、一時的に、スウェーデン領となったが、すでに、リボニアを組み込みつつあった、ポーランド・リトアニア共和国に編入され、ポーランドの統治下となった。1621年のスウェーデンによる、 リボニア征服後もポーランド支配下に残った。そのために、ポーランド領リボニアとも呼ばれた。ラトビアの他地域とは違い、ドイツ人支配は、本質的にデューナブルクで行われたのみだった。宗教改革が行われてもプロテスタント信仰は、ラトガレに及ばず、対抗宗教改革もあって住民は、カトリック教徒が、現在も多く、 地方方言やラトビア語が日常的に話されている。そのために一部ではラトガレをラトビアとは別の民族集団とみなす向きもある。ラトガレは1772年に第一次ポーランド分割を受けロシア帝国に編入された。ラトガレの都市人口は数世紀にわたってユダヤ人が多数を占めてきた。例として 1897年の調査では、レーゼクネやルドザでは、ユダヤ人人口が54%に及んだ。ラトガレ最大の都市、ダウガフピルスでは、ユダヤ人は人口の46%を占めていた。ダウガフピルスには、およそ40カ所のシナゴーグと宗教施設があった。第二次世界大戦によって、ユダヤ人社会は徹底的に破壊され、現在、 ダウガフピルスにはシナゴーグが一つあるに過ぎない。現在、ラトガレにおいて、ロシア人の比重が高まっており、ダウガフピルスや、レーゼクネなど、都市部周辺で特に高い。ありがとうございます。